京都市立東陵中学校は京都市伏見区東陵町にある公立中学校。東陵中学校は第二次世界大戦後学生改革に伴い旧陸軍の用地であった旧行兵第16連帯連平所跡地に伏見公園と共に新設された。1970年代に相次いで中学校が分離されるまでは東陵中学校が 京都市最南端の中学校であったため、市の南西部の広大な一帯を校区としていた。逆に、東陵中学校の近辺は、京都市立桃山中学校の校区であったために、地元の南浜地区からは一人も通学する生徒がいないという状況が続いた。1980年の京都市立向島中学校の分離に伴い、 地元の南浜地区を東僚中学校の校区に編入した。1990年には京都市立落水中学校が開校し、横大寺地区を分離した。そのことにより、南浜地区のみを校区とする現在の東僚中学校の姿となった。AB、待望の中学できたぞ向島ニュータウン4日、開校式で祝う区内11校目の中学。 向島中1980年4月1日付長官21名、長田高行オセアン、シガブラックス、ルートイン BC リーグ、ベースボールチャレンジリーグ、2020年3月25日閲覧、ありがとうございます。